韓国、実は世界中から輸入規制を食らっていた。引用。聯合ニュース2019年9月3日16時7分。開きかっこソウル連合ニュースとじかっこ韓国外交部は3日、韓国の主力輸出品である鉄鋼と化学製品に対する輸入規制調査を急増させているインドに政府代表団を派遣し、憂慮を伝えるとともに公正な調査を求める計画だと発表した。外交部の輸入規制対策班や産業通商資源部の担当官で作る代表団が4から5日にインドを訪れ、同国商工省の貿易救済総局トップ、鉄鋼省の次官補と面会する。インド政府による過剰な輸入規制措置に対する韓国政府の憂慮を伝え、調査が公正かつ透明性を持って行われるよう協力を要請する予定だ。インドが韓国に課した輸入規制は8月31日現在で計28件と、米国、36件、に次いで2番目に多い。今年に入り、インドは韓国製の6品目に対する反ダンピング、不当廉売、調査と1品目に対するセーフガード、緊急輸入制限、調査を新たに開始した。引用。開きかっこネットの反応とじかっこ。ノーインディア流行らないの。これは差別では。韓国って長々説明してやっても理解しようとさえしない国だから、インドもメールのやり取りでいいんじゃない。インドとアメリカつながってるのにアホかよ。輸入規制には理由がある。問題も解決してないのに規制を外せとは朝鮮人らしい理屈だ。大なりインド政府による過剰な輸入規制措置よくわからんが、多分韓国が悪い。日本の3品目管理でバカ騒ぎしてたけど、すでにインドには28品目規制されてたわけだ。顔文字笑い。カレーフバイ不可避。インドやアメリカからはもろい輸出制限なのに WTO には提訴せず、日本の優遇除外には提訴ときたもんだ。あいつらが日本をどう見てるかよくわかるよね。韓国の異常さをアピールする場になるから、受けて立てばいいんだよ。手続きに時間もかかるし、先進国の多くが WTO 不信。そろそろ自分が悪かったって認めてみたら、世界が変わるかもよ。